どうも、ダレイオスです。今日はね、人生初のキャンピングカーします。でそのね、レンタルできるところが大阪市の住吉区にあって、もうすでに事前に予約してるので、実際にレンタカーを、していきたいと思います。車両の説明とかちょっと簡単にしてもらおうと思うんで、止めて向かいます。はい、じゃあ到着しました。キャンピングカーレンタルの丸尾さんです。さあ、ちょっと初めて乗るからドキドキやな。おはようございます。よろしくお願いします。レンタルありがとうございました。では、ほんの車内の方をちょっと紹介させていただきますので、どこいただけますか。すみません。お願いします。どうぞお入りください。エアコン効いてますんで。あ、同速現金です。お願いします。まず、室内灯が1、2ってこちらについてます。これインバータースイッチって言います。車の、バッテリーっていうのはだいたい 12V で、電気が流れてます。それを、100V に変換していた、するのがインバータってものになります。でこちらをオンにしていただくと 100V で動くものって言ったら、今ここに実は電子レンジが入ってます。でこのまま扉、今スイッチオンの状態で扉をいただくと電子レンジを動かすような形になります。今暑いのでブラインド大体全部閉めてます。で操作方法なんですけども、エアコンなんですけどもバッテリーでは稼働しません。外部電源が、給電時のみの作動になっております。ご使用になる際は、外部電源を挿すようにお願いします。でですね、あと当社独自なんですけども、こういう、このマットは結構硬いっていうお客様、寝るときに硬いなっていうお客様がいましたので、これを、まあ、引いていただいて、でこの上に、まあ、あのタオルケットなどを引いていただければ快適に寝ていただけると思います。では表の方を説明させてもらいますね。ちょっと安全上の注意事項なんですけども、中から開けたときに風がビュンビュン吹いてるとこのままブワーッと開きます。そうなった時に横に車がおるとそれをガーッとこう傷つけたりがあったりとかっていう可能性がありますので、これがドアノブになってます。これが取っ手になってます。なのでドアノブで開けていただいて、ノブを持ちながらゆっくり開けてもらうようにお願いします。ハッチバック後ろの収納庫になってます。ちょっとまだ新車なのでちょっとパッキンが硬いので、ちょっと押さえながらこう開けてください。ガソリンの給油方法、ガソリン給油口はこちらになってます。自転車乗せる用で、キャリアとして乗ってるんですけども、ロープを回して、こういうふうなコンテナを乗せることができるんですけど、今回そういうものがないと思いますんで、これは外しておきます。一応デモンストレーションで撮ってみました。こんな感じのこともできます。今外部電源刺さってます。これを抜くときですね、まずここのチョボを回していただいて、で抜きます。刺すときはここの矢印とこの上のチョボがあります。それを合わせて刺してみてください。当社、キャンピングカーは太陽光発電もしてますので、基本的には電気がなくなるようなことはまずないと思います。入れ日が良ければ、はい、だから給電していれば、この状態で別にインバータのスイッチ入れなくても、電子レンジとかエアコンとかも普通に使えるようになっていますので、普通にお使いいただくようにお願いします。走行中はエアコンはつきません。後ろのでここの車内エアコンはついてますので調整していただいたらいいと思います。で四駆の車になってます。なのでまあちょっと坂がきついなーって時は止まった状態で四駆に切り替えていただければ四駆に切り替わりますので、それで調整の方をお願いいたします。でバックカメラなんですけども、基本的に後ろはこの車両見えません。常時、カメラとこのバックミラーが連動して、後ろを映すような形になってますので、こちらを見て運転されるようにお願いいたします。 ETC も、こちらにあります。あと、ドライブレコーダーですね、こちらもついてますので、まあ、安全に運転されたらいいと思いますので。あと1点、もしもですよ、車内 の、あのバッテリーがなくなって消えてしまっても大丈夫です。キャンピングカーと車用のバッテリーは別になっているので、上がったとしてもエンジンをかけていただければ、連動して出
内の電気もつくようになってますので安心してください。はい、以上です。じゃあ行ってきます。最後まで見てくれてありがとうございます。ダレチャンネルでは主に関西圏での旅やグルメ動画を配信しています。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。